レンタローファミリーの勝利だ。はい、ほがらかに笑った。それではレンタロー君と記念撮影をする人を決めましょうか。ちょうどいつでも王様ゲームができるようにくじを持ってきたんです。なんでも持ち歩いてんのよこのインダンピンク。ブーケトスの前に提案したこのくじこそ私の最大の計略。このくじの当たりにはごく微小な切り込みの目印がつけてあるんです。それがゆえの割り箸。皆さんごめんなさい。でも私はどうしても今日あの夢を。それではまずナノさんからどうぞ。全員一緒に引いた方が効率的。読み誤った。そんなのもはや人間じゃ。人生なんて一生こんなもんよ。逆逆、心の声出てんぞ。それも大好きなレンタロウとお花のドレス着て写真撮りたかった。絵に描いたようなダダ。ああ、そっか、そうだ。この記念撮影は私なんかより他の子が撮るべきなんだ。薬先輩、そんなに撮りたいなら私の代わりに撮ってもいいですよ。え、ちょっとはかり、あんた熱でもあんじゃないの。うわありがとう、大好きなのだはかり。やっぱりいいのだ。え、なんでですか、遠慮なんて。そんなんじゃなくて、薬はレンタロウのこともはかりのことも大好きだから、きっと大好きな二人が一緒に写真撮ってるとこ見るのもとっても楽しいって思ったのだ。わがまま言ってごめんなさいなのだ。あの、じゃあみんなで一緒に撮りませんか。はあ、みんなでなんかいつでも撮ってるでしょ。いえ、みんなで撮りたいんです。みんなで。それでは撮ります。じゃあ皆さん笑顔で3、2、1。